日田文治は、江戸時代における武家の文家形態の一つである。文家の創設の際に、主君から与えられた領地ではなく、入法後新規に開発した領地を文治する、方式である。これにより、本家の表高を減少させずに文家を創設する、ことができる。大名及び旗本の文家の際に多く認められる。大名家の日田文地において文家も一万国以上の、 国高がある場合、分家のことを日田藩と称することがある。以下においては、大名家の事例を中心に記述するが、特に注釈しない場合は、旗本の場合も同様である。日田分地の形態には、具体的な領地を指定して分与する領地を指定して、分与するが、そこからの収入は、本家から蔵前で支給する分与する領地を指定せず、収入のみを、 本家から支給するといったものがある。いずれの事例においても、分家の領地は、日田公として、本来の領地である、本田公特別され、分家が本家を相続するなどして解役され、分治領が、本家に返されても、本家の表高は変化しない。ただし、天保の多い不大、大名や旗本の場合は、特に手続きもなく、分家の領地が、 本田公として扱われるようになることがある。例えば、岩木平藩七万国の内藤氏は一の形式の日田文地により一万国を分与し湯、長谷藩を創設したが、延岡天保寺に与えられた七万国の領地には湯長谷藩の分が含まれていなかった。湯長谷藩の領地は岩木平藩の神殿であるので、本家が天保されても、文家の領地は、 本家の領地内に設定されなければならない。しかし実際には、優派藩の領地は、延岡藩とは独立に本だとされている。新田文治を受けたものであっても、幕府からは、通常の大名旗本と同様に扱われるが、その領地の地勢は、多くの場合本家に依存して、独自の地石が残ることは稀である。一方で、七子藩や富田藩のように、 そ藩の藩主の貢献を務めた者もいる。新田藩の内幕末まで存続した藩は、維新時に独自の陣屋を設けたり本藩に吸収されたりしたため、維新後には、新田藩と称される藩は存在しない。ありがとうございます。